ベント大会の参加登録が混んでて参っちゃった。ちゃんとログインできたみたいね。あた、あんたは相変わらどんな雰囲気、突然だから。そういえば GGO どころか数年前に一人の、そして VRMM 多くのでも H プレイヤーと SAO 安全性を確保され、妖精たちがソロ SAO、 そしてここゲーム、まあ、あんたに付き合って、そういう、それに頑張って、いつきさんだ。そんな、もうあの人は、のいや、君たちも体と、クレハ君だよね。え、あちこちのスコードローンを渡り歩いているんだろう。そこの君は私の幼なじみなんです。ゲームはめちゃくちゃうまいけど、初日から大会に参加する、初めまして。面白い戦いを。いつきさんはすごいけど、私だってもう少しでトップイ、準備はいい？一応戦闘の基本を教えておくわね。大丈夫、あんただったらすぐに慣れるわよ。せっかくだしダッシュやジャンプも試してみて。リアルよりずっと体が軽くてびっくりするから。あ、そうそう、視線に違和感がないか周囲を見渡してみて。もし違和感があったらオプションで設定を変更ね。ここで待ってるからゆっくり調整してていいわよ。やっやっ、うまいうまい、やっ、武器の収納と切り替えは基本中の基本。じゃあ何回か練習してみて。いい感じね。エネミーだ。ちょうどいいところにエネミーがいるわね。とりあえず実戦で倒してみて。やるじゃん、すごい。終わりだ。待て、このボックスはバレットボックス。ここで弾薬を、いい感じね。GGO の特徴的なシステムの一つにバレットラインっていうものがあるんだけど、これは実際に見てもらった方がいいかも。エネミーと戦って実際に体験してみて。
トレジャーボックスだ。トレジャーボックスって、それじゃ階段を上がって先に進みます。パーティーメンバー全員がやられちゃったらゲームオーバーだから、やられる前にやってやるのが基本。あのプレイヤーとは戦闘に向かう。プレイヤーはエネミーと違って強敵だから気をつけてね。あんたの武器だったら走りながら撃つのがおすすめかな。相手の距離が取りづらくなるから走ることがかなり重要よ。相手にならない。この調子で行こう。あの扉、いかにもって感じよね。せっかくだし、開けてみたらどう？ダンジョン内にはよく注意して行動した方がいいわよ。私が教えられるのはこれくらいかな。うん、初めてに GGO の基本的な戦闘。さあ、これで。あれ、君たちは隙を見て逃げて、月さんの中。クレハ君はともかく正解。君たちも実に。だから見逃すとでも言うんですか。まさか。そうだな、この奥に。だけどもちろん。どうする。いいね、わかっ、エネミーを。わかっ、当てる。せん？見つけた。この先、私たち…だから…わかります…よし、レベルアップ。なんとかうまくいってよかったわ。いつきさんは人気者だけど、やっぱり GGO のプレイヤーね。みんな戦闘となると容赦ないから気をつけないと。今回の目的はレアアイテム狙いなんだから、強敵との戦いはなるべく避けるわよ。ほら見て、大体こういう装置を操作すると何かしら先に進めたりするのよ。こんな風に。あれ？落ち着いて、ワープゲートよ。すぐに追いかけるから動かないで。Thank you.
証、マスター登録開始。ユーザー名登録完了。大丈夫だはずな。問題ない。マスター銃を下ろして。いつの間に背後を。話を聞いてくれ。俺たちはもう戦うつもりはない。残念だけど間に合わなかったからな。間に合わなかった？何を言っているの？すでにそこのアバシスはマスターと認めたようだし。この子がレアアイテム。まあ正確にはレアすぎて。残念だったね。キリト、キリトでいい。キリト君も悪い。アファシス。私はアファシ。この人が私現在め。え、そんな。やっぱりな。よくわかった。アファシス。ちょっと、なんで勝手にマスター登録しちゃったのよ。言い訳したって無駄なんだから。よし、あんたのそういうことにしてあげる。クレハはマスターの。じゃあ俺たちはこれで、ま、商品も5。私ナイス。それと君いい名前だな。なるほど、うん、またね。メインシステム起動。マスター、それは。それより登録か、うん、初めて名前をくれたマスターにはこれをアルティメ倉庫に経験値。それってそうです。ここから上だと。分かった。UFG が刺さるところは発射前にレティック。ですね、さすがマスターなのです。 UFG を当てると動く仕掛けがあるのです。試しにやってみるのです。
っ、成功なのです。ソロを飛んでいるエネミーに UFG を当てるとダウンさせることができちゃうのです。さすがマスターなのです。ダウンさせたエネミーに UFG を当てて成功なのです。これで UFG はバッチリですね、マスター。ちょっと、人がせっせと上り下りしてたっていうのに随分楽しそうにひょいひょいと移動してくれるじゃないの。他の機能のことはどうでも。マスター、お疲れ様です。これ面白いな、キリトさん。それもタイプさ。いや、ブレハ君たちも生き残っていたんだ。僕の方はどういうことだ。私です。君を一部って、マスターは。ちょっと、お帰り。ここで待っていれば来ると。よかった。仲間たち、俺どうも。君はなる。よかった。残念。君たちはど、マスター、もちろん。キリト、アスナ、イベントおめでとう。パパ、ありがとう。超レアなアファシス、みんな。わあ。私が、ごめんな。はじめまして、皆さん。型番では呼びにくいでしょうし、マスターがくれた名前。うわあ、羨ましい。わかりやすくていい。レイちゃん、ショー、皆さん、よろパーティーにお誘い、マスターがお留守の。へえ、俺は俺せ、だから。それじゃあ、アファシスゲット、おめでとう。早速は情報屋の、へえ、それはいいこと。キリト君、ねえ、アスナの銃撃を、へえ、その武器って見たこと、未実装の、はい、多分確か移動エギル、そらまあ、まっとく昔から。うん、ねえねえ、クレハはスコードロン入ってるの？うん、私は基本ソロ。か、あ、あ、賛成。みんなでお茶したり、お歓迎するわ。ありがとう。男の人ばかり。そうなの。クレアの気持ち。うん。あた、しっかり目標。うん。あ、お手伝い。みんだから。今日は。おい。急にパーティーに誘って悪、口が悪いの。君ってさ、そりゃ君が、俺はそれ、君もって、それならいいけど、一つ聞きたいんだけど、いいかな。仮想と現実の差は何だと思う？世間では仮想、 VR 空間はまがいものだって言う人もいる。俺はそうは思わない。だって俺たちは今ここで生きているんだ。この広い世界を自分の力でどこまでも行く。ワクワクしないか？だろ。やっぱり君は俺と同じタイプの人種だ。ようこそ仮想世界へ。